ジャンヌ・ダルブレは、フランス側にある、ナバラ王国の女王、フランス名では、ジャンヌ3世。ナバラ王エンリケ2世と、フランス王フランソワ1世の姉、マルグリットの娘。フランスとナバラの王アンリ4世の聖母である。エンリケ2世の長女として生まれたジャンヌは、幼少の頃から信仰をプロテスタントに傾け、1541年に、ユーリーヒ・クレーフェベルク公ヴィルヘルム5世と結婚したが、1545年に結婚を解消、1548年、同じ信仰を持つブルボン家のバンドーム公アントワーヌと結婚した。次男アンリ4世を含めて三男二女を設けたが、夫は浮気癖があり無能であったために、エンリケ2世は婿であるアントワーヌに対して期待をしていなかった。エンリケ2世の死後、ジャンヌは、夫と共に女王として即位した。ナバラは、フランスと違い去り家法を適用していなかったので、彼女は、君主として即位できたのである。ジャンヌは、両国でプロテスタントを国教にし、カトリックを徹底的に迫害した。1560年に、シャルル9世が即位すると、夫アントワーヌは、王国総代官に任じられた。翌1561年、アントワーヌはカトリックに改宗し、息子アンリも改宗させられ、ジャンヌはパリの宮廷を去った。1562年にユグノー戦争が始まると、ジャンヌはユグノー陣営についた。アントワーヌはカトリック陣営の一員として戦うことになるが、ルーアン包囲戦で戦死し、幼い息子アンリがブルボン家の家長となった。1570年に和議が成立して戦争が終わると、王太后カトリーヌ・ド・メディシスからシャルル9世の妹、マルグリット王女と、息子、アンリの結婚を持ちかけられた。最初、ジャンヌは、息子とカトリックである王女との結婚には、反対をしていたが、王太后カトリーヌから、新旧宗教の和解であると説かれ、結婚を認めざるを得なかった。1572年、ジャンヌは、息子の結婚式に出席するためパリに赴いたが、間もなく病死した。一説によるとカトリーヌが殺したとされている。いずれも2番目の夫アントワーヌ・ド・ブルボンとの間の子供である。ありがとうございます。